中日番記者中田翔の貢献度は数字以外の部分が大きい。若手に慕われる精神的支柱。一喜一憂しないから、どれほどチームメイトを安心させるか。この先、負けが込む時期があるかもしれない。でも逆に連勝する時があるかもしれない。ちょっと勝った、ちょっと負けたぐらいでいちいち反応していたら気持ちが持たないと構える。レギュラー2年目の細川茂なりは中田さんがいるから安心してプレイできます。技術的、精神的にアドバイスをもらっていますと語る。コア表の班、いざ話しかけるときは、言うには中田という太い幹がある。吉年3億の価値はあったな。WBC のダルみたいな言われ方だな。いや、実際中田いなきゃ今頃再開独走してたやろ。こいつ4月中旬以降に限ると1割台やぞ。お前変わらんかったな。年3億に出来高つけたら山川も取れたのに。お前が必要論あってよかったやん。まあ1年目ならいい存在かもよ。そんな奴がおったら最終的に立浪派と対立するやん。玉村だと不動の4番一塁。巨人行った時も最初だけは活躍してたわ。してないです。大戦犯でシーズン終わりました。まあ翔さんがエスコンバフのかかったハム攻略のキーマンになるんですがね、初見さん。ハム時代からずっとこんな扱いやな。成績不相応の年俸だけど異常に慕われる。まあ人たらしなんやろな。よそから実績もそれほどな奴が来て急に幅利かせちゃうような球団なのか中日は。ご視聴ありがとうございました。